きっとあなたもできるはずです。愛があれば。お母さんが昔言ってました。愛さえあれば自然とわかるって。愛があれば見分けられる。長い月日を経て、相手の仕草、声、ふとした癖を知ること、それはもはや愛と言える。それは一朝一夕ではできん。お主は何のために孫を見分けたいんだ？見分けられるようになって、お主がしたいことは何だ？お主に孫たちと向き合う覚悟があるのか？おはようございます。今日も一日いい天気になりそうですね。それは自分の行いを言っているのですか？まったく変なところで自信家ですね。昨夜はかなり疲れていたようですが、よく眠れたようで安心です。その件に関しては申し訳ありませんでした。上杉君に迷惑をかけてしまいまして。昨日のようなことにならないよう気をつけないといけませんね。え？そうだといいのですが。それもそうですよね。彼自身何か吹っ切れたように見えますが、嫌気を起こしたってわけではなさそうね。何かあったのかも。まあ何より楽しんでそうだし、いいんじゃない。ああすみません。はい。白い砂浜、エメラルドグリーンの海、眩しく輝く太陽。やはりこれを満喫しなければ沖縄に来たとは言えません。やはり海に来てこそ沖縄でしょうか。時期的に他の観光客も少ないようで助かりました。これなら昨日のようにはなりませんね。ええ、そうしましょう。ところで上杉君、まさか海を見ただけで満足してはいませんよね。本番はここからですよ。では早速人泳ぎしに行きましょうか。泳ぐのはここではありませんよ。事前に体験ダイビングを予約してありますので。今から出れば戻るのはお昼時でしょうか。ちょうど良さそうですね。あら、上杉君が嫌ということならキャンセルして別のものに変更しますよ。
やっぱり面白かったね。お魚さんともいっぱい遊べたし。サンゴ礁も綺麗だったわ。ほんとダイビングを選んで正解だった。何よりも沖縄を楽しんだって感じがするし、最初はちょっと怖かったけど、せっかく練習したんだし、青の洞窟とかも行ってみたかったな。それにしても上杉くんは遅いですね。着替えにいつまでかかっているのでしょう。遅かったですね。待ちくたびれて。お腹の方は待ちきれなかったみたいですね。もういつかったら。ちょっ、そうですね。ホテルのプランで申し込んでありますから、もう準備されてるはずです。もう予約に手際も何も関係ありませんよ。いつき、名前呼んだりしてバレたらどうすんのよ。すみません。でも風太郎全然気にしてない。聞こえてなかったのかな。それはないと思うのですが。何を言っているんですか。いくらなんでもそんなに食べません。そうですよ、それはさすがに言い過ぎです。だからどこまでも失礼ですね、あなたは。よく考えてみたら、私たちが気をもむところじゃないわね。うん、風太郎次第だから。お肉に魚介に野菜もたっぷりです。食材の下ごしらえもバッチリですね。これならすぐに料理できますよ。それでもいいのですが、これだけの食材が揃っているのですよ。せっかくならより美味しくいただきましょう。ただ料理するとなると、料理のうまい下手で誰なのか分かってしまうかもしれませんよね。ああ、確かにそれはあります。ですが、誰かが料理しないことには。え？大丈夫なのですか？確かに下ごしらえは済んでいますが。ああ、焦げる。ああ、もう見ていられません。やっぱり焦げてますね。あれでは焦げても当然です。強火でひたすら加熱しただけですよ。うん、焦げていること以外は普通に美味しいですよ。見た目はともかくとして、味付けはちゃんとされていましたから。それに空腹は最高の調味料とも言いますし。そうでしたか。昨年の夏島で食べたような。確かにそういう意味であれば初めてかもしれませんね。ではこれで思い出が一つ増えましたね。焼いただけの人にそんな顔をされましても。確かに美味しくはありますが、もともとの味付けと素材の良さのおかげですし。では残りの材料はこちらで料理しましょう。誰が料理するかは見ないでくださいね。お待たせしました。どれも美味しそうです。それはアヒージョです。調味料もたくさん用意されていましたから、一工夫してみました。
簡単に言いますと、オリーブオイルとニンニクで煮込んだ料理です。美味しいんですよ。こちらは、まあ温野菜とサーモンのホイル焼きですか。上杉くんの頑張りは認めてあげましょう。褒めると伸びるタイプかもしれませんし。どうでしょう、調子に乗るタイプでは。すみません。では早速いただきましょう。料理が冷めてしまいます。あいつが指定したのはここだ。どこかに見つけた。お前に会いに来たぞ、ニノ。あれ、ニノで会ってるんだよ。君に言っておきたいことがあるの。なんだ。やっぱりニノだよな。一瞬違うのかと。なんだ今、頬に衝撃が。これってビンタされたのか。つまり拒絶。ニノの気持ちはもう俺にはない。ニノ、お前は。周りが騒がしいわね。場所を変えましょう。おう。この辺でいいかしら。なあニノ、なんでだ。告白を断るってならせめて理由を聞かせてくれ。違うわ。じゃあ言っておきたいことがあるって言ったでしょ。まずは黙って最後まで聞いて。わかった。お前の話を聞かせてくれ。フー君はひどいわ。誰も選ばないとか、時間の無駄だとか、まるで私たちの気持ちを試すようなことを言っておいて、今度はやっぱり答えを出す。この半年、散々こっちの気持ちを振り回しておいて、自分勝手にも程があるわ。いや、あれは、そんなつもりで言ったんじゃ。黙って聞く。はい。そうだよな。俺自身、身勝手すぎることは百も承知だった。それをきっと納得してくれるなんて、甘えた考えで提案したんだ。怒って当然だ。フー君の考えがどうであれ、やっぱり答えを出すって言ってくれたのは嬉しかったわけで。それって、私のしてきたことは無駄じゃなかったってことだから。でもこれって、こっちが勝手にフー君のことを好きになって、一方的に迫ってただけかもしれなくて。それは分かってるつもりなんだけど。でも、私たちの気持ちを散々引っかき回しておいて、答えだけ出していくとか、やっぱりずるくて。ニノ。ああ、もう、何を言いたいのか分かんなくなっちゃったけど。
とにかくさっきの一発はそういうことなの。すまん、俺が答えを先延ばしにしたせいでずっと辛い思いをさせちまってた。そんな不義理な俺をあのビンタ一発で許してくれるなんて、お前は優しすぎるくらいだ。俺に言いたいことがあるなら全部言ってくれ。罵倒だろうが何だろうが受け止めるから。好きよ。え？あの夜に言ったじゃない、私の気持ちは変わらないって。今だって同じ、私の気持ちは一度だって変わってない。私はフー君が好き。ニーノ。もう言いたいことなんてそれしか残ってないわ。だからこれで全部。それで？俺もお前のことが好きだ、ニノ。やっと聞けた。ああ、やっと言えたよ。
お湯の温度よし、ティープレスとティーカップの準備もよし、シュークリームもうまく焼けたし、あとは、あら？よう、来たぞ。風太郎、いらっしゃい。久しぶりだな、ニノ。早かったわね。それに、インターホンが鳴ってないけど、入り口のオートロック、どうやって開けたのよ。ああ、ちょうど下で樹たちと会ったんだ。入れ替わりで中に入れてもらった。あいつら、揃ってどっかに出かけるみたいだったが。ええ、A 型ショッピングですって。夕食も外で食べてくるそうよ。そのおかげで今日は私と風太郎の二人きり。お前もしかして俺が来るから追い出したのか。違うわよ、この連休は私と一緒に過ごすって約束してたでしょ。それを知ってたからあの子たちなりに気を使ってくれたのよ。久しぶりの帰省だし少しでも一緒にいられるようにって。そうなのか。なんか悪いことしたな。だが、なんていうか、お前らは相変わらずか。ええ、心配しなくてもこっちは大丈夫よ。それより風太郎よ、大学はどうなの？一人暮らしで大変なんじゃない？ま、ぼちぼちだな。一人暮らしにもやっと慣れてきた。あっちで変な友達とか作ってないでしょうね。心配無用だ。やることが多すぎてそこまでの余裕はない。本当に？女の子の友達とか。面倒なのはお前らだけで十分だ。ふーん、面倒なんだ。その割には嬉しそうだけど。久しぶりにお前と会えたんだぞ。じゃあ今日はたっぷりおもてなししないと。お茶の準備もちょうどできたところなの。さあこっちに来て。の。風太郎のために腕によりをかけて作ったのよ。ゆっくり味わってね。いや、ニノ、ちょっと近すぎないか。そんなことないわよ。恋人同士なんだし、これくらい普通よ、普通。にしてもな。これじゃ身動きするのも大変なんだが。だって会うの久しぶりなんだもの。このチャンスにしっかり風太郎成分をチャージしておかないとね。なんだ成分って。そんなこと言って風太郎だって本当は嬉しいんでしょ。まあ嫌ってわけじゃないぞ。だけどあいつらが戻ってきたりしたらどうすんだ。それこそ気を使う必要ないわよ。風太郎が気になるって言うのなら私の部屋に行けばいいし。それはもう風太郎ってばすぐに照れるんだから。まだ名前で呼ばれるのだって慣れてないんだ。ちょっと手加減してくれ。これくらいで何言ってるのよ。せっかく二人きりなのよ。どうせならもっとすごいことしちゃう？いやお前。私は構わないわよ。だって私と風太郎は恋人同士なんだから。それはそうなんだが。ニノ。やっぱりダメ。さすがにまだ早いわ。はあ、たく言い出しておいて。風太郎と会える時間は限られてるんだもの。ちょっと気持ちが流行っちゃったの。まあ気持ちは俺だってわかるぞ。高校の頃と違ってそう簡単に会えるわけでもないし、次だって結構先になっちまう。そうよね。なら俺もこのチャンスに胃の成分をチャージしておかないとダメそうだ。え？そういうわけで勝手に離れるのはなしだ。反応するなよ。こっちまで恥ずかしくなるだろう。だって風
のか。いつもお前にやられてばっかりだからな。たまにはいいだろ。じゃあチャージはこの一杯を飲み終わるまでにしておいてやる。そしたら、お茶おかわり入れてあげるわね。は？まだ飲み終わってないぞ。何杯飲ませるつもりなんだよ。何杯だっていいじゃない。私ももっと風太郎をチャージしておきたいの。こうして風太郎のそばにずっと。